言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。一体こいつらのどこにまだ戦う力が残っているのか。何、三位一体のあの構えは。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。あらやしき、あらやしき釈迦。やっとわかりました、あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。窮地に追い込まれたサガたちは再びアテナエクスクラメーションの構えを取る。それを目の当たりにしたムー、アイオリア、ミロの3人のゴールドセイントもまたアテナにより固く禁じられたアテナエクスクラメーションをもって対抗するしかなかった。ビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションのぶつかり合い、その破壊力は無限大に高まり、サンクチュアリをも消滅させようとしていた。がしかし、ブロンズセイントドラゴンシリュウが捨て身のロザン昇竜派を放ち、両者の中間でくすぶっていた威力をサガたちへと押し切ったのだった。禁断の東方同士の激突が終わり、サンクチュアリに静けさが戻ったかに見える。アテナはゴールドセイントに、もはや戦う力を失ったサガたちの命を奪うことを禁じ、アテナ神殿まで連れてくるよう命じる。激しい戦いの末、ついにアテナとまみえたサガに、彼の双子の弟カノンは教皇の間に隠されていたある品を差し出した。それは13年前、サガ自らが残した呪われた品だった。そうです、サガ、あなたが13年前、教皇に化けてまだ赤ん坊だった私の命を奪おうとした黄金の探検です。なぜこれを。もちろんサガ、あなたに私の命を取らせるためです。さあ遠慮はいりません、私の喉を突きなさい。あなたたちは苦しさから解き放たれるのでしょう。アテナ、あなたは、あなたはまさか。
なぜ自ら。氷河、これはムーはどうしたんだろう。十二宮の入り口であるこの白葉宮に人っ子一人いないなんて。僕たちが遅れている間に戦いはかなり進んでいるはずだ。聖夜や紫龍は大丈夫だろうか。それにアテナのコスモも気になる。沙織さんがここに来るまでずっと嫌な予感がしてならなかったのだ。嫌な予感って、まさか氷河。いや、俺の単なる取り越し苦労だとは思うが。とにかく先を急ごうよ、氷河。よし、行くぞシュン。助けるためここに俺を飛ばしてくれたのか。俺もこうしてはいられない。すぐに十二宮に戻ってアテナを守らなきゃ。なんだこの胸騒ぎは。こんな嫌な予感は生まれて初めてだ。一体これは、まさかアテナは、沙織さんが死んだ。ラダマンティス、何故無断でスペクターを出動させた。はっ、パンドラ様、申し訳ありません。お前はハーデス様のご意志に逆らうつもりか。とんでもありません。私は完璧を期するあまりに。それに未だ楽観はなりません。アテナが自ら命を絶つなど、これにはきっと深い何かが。お待ちください。パンドラ様、お許しを。私の言うことは全てハーデス様のご意志から出たこと。それに背く者、たとえ誰であろうと永遠の死を与える。しかしお前は冥界の亡者を裁く三極王の人。ここで消すには惜しい。今度だけは許す。以後前にも増して忠誠を尽くせ。良いな。はい、ありがたき幸せ。申し上げます、サガたち。ただいまアテナの死体を抱えて舞い戻りましたが。何、アテナの死体を。はい、いかがいたしましょうか。よろしい、私が直に会おう。
こ…はあ、いいかな、サンタたちは…俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。何一つ、セイヤ。確かに今回ほど自分の力のなさを痛感したことはない。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。誰だお前は。その声はシオ。何、こいつが全強行でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。老子はどうした、シオ。名ばかりのセイントどもよ、そこをどけ。何？名ばかりのセイントどもと言ったのだ。分かったらそこをどけ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。バカめ、全聖戦を生き抜いたこのシオンに勝てるものか。レディーパー。よしよし、これだけか。
触りじゃ。よさえるな小僧、目障りだ。続いてこのシリュウがお相手しよう。レディーオン。Beep!